西口栗橋駅は埼玉県久喜市にある東日本旅客鉄道、東武鉄道の駅である。JR 東日本の東北本線と東武鉄道の日光線の2路線が乗り入れ、接続駅となっているが、日光線の急行、区間急行を除いて、優等列車は停車しない。東北本線は旅客案内上の愛称、宇都宮線の設定区間に含まれており、 上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。1900年に作詞された鉄道昇華第三週欧州岩き編では栗橋駅を以下のように歌った自由通路を兼ねた京上駅舎を有しており、 JR 東日本と東武鉄道それぞれに改札がある。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の計二面三線のホームを有する地上駅である。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。2016年2月21日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、 一部の自動券売機のみ稼働する。乗場島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅番号は TN04。パスも対応自動改札機設置。乗場あたり駅には JR 東日本の線路と東武鉄道の線路をつなぐ連絡線が設置されている。これは2006年3月18日より新宿東武日光、木の川温泉間で特急列車。 日光、絹川を相互直通運転することになったため、それに合わせて新設されたものである。総工費は約16億円である。厳密には国鉄時代末期まで貨物列車の連絡線が設置されており、復活設置である。連絡線は両社の土地の境界線付近に設置され、東部の側線後の土地も利用している。連絡線の途中には、 両者の乗務員が交代するためのデッキ及び乗務員詰め所が設置されている。JR と東部を直通する特急は当駅で乗客の乗降扱いを行わないため旅客用ホームは設けられておらず列車は運転停車となる。線路の配置は運転本数が少ないため単純な平面交差となっている。連絡線上の進行がよりには 長さ80メートルのデッドセクションが設けられている。東北本線、東京黒い疎間と東部日光線はいずれも直流1500ボルト電化であるが、双方の電源のコンブレを防ぐために設置されたものであり、列車は打行で通過する。デッドセクション内の河川は段路機を介して東部側の起電線に接続されており、何らかの理由で列車がデッドセクション内に停止した場合には、 東部側からの間圧で列車を動かすことができる。なお、現時点では、東部本線において、JR 線と東部線が直結されている、唯一の地点である。南栗橋車両管区は資金であるものの、新車搬入には使用されていない。新車は2020年時点で、熊谷貨物ターミナル駅から、秩父鉄道さん線、秩父鉄道線、羽生駅、東部動物公園駅を経て、 南栗発車両管区まで搬入されている。ちなみに、貨物列車については2020年7月31日、秩父鉄道3が尻線の廃止に伴い、蒸気機関車国鉄市1 1系3 2 5が、東駅連絡線を介して、東武鉄道へ公衆輸送された。復活した、東駅連絡線を使用する貨物列車は、国鉄末期以来30年以上ぶりとなった。 市境の近い加須市旧大舎町は、もちろんのこと、利根川対岸の小賀市中田地域や、権限道川対岸の五菓町北部も駅税券に入る。ちなみに当駅のスタンプは、大利根町の絵柄も描かれている。乗り換え駅だが、JR は、優等列車が止まらず、東部は、都心方面からの一般電車は、南栗橋駅止まりであり。 東武特急も止まるようになった区域駅に比べると乗り換え客は少ない。それでも JR、東武を合わせた乗降人員約3.5万人は平成の大合併前の旧軍部に立地する駅としては全国的に見れば多い部類に入る。東武は2017年に新設された区間急行、急行の停車駅となり平均乗車人員が増加し過去最高を更新。 増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員の推移は以下の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は以下の通りである。当駅は、久喜市急栗橋町の中心市街地に位置し、栗橋総合支所の最寄り駅である。付近には、複数のスーパーコンビニドラッグストアなどもある。近年開設された西口は、栗橋駅制度地区が整理事業が進行中で、 パークライドを目的としたコインパーキングが多く立地する。日光街道、欧州街道の旧宿場町があり、歴史的建造物も,も存在する。旧栗橋町の中心市街地をなしている。ゴルフ場、栗橋国際カントリークラブがあることもあり、快速フェアウェイが停車していた。フェアウェイも参照。西口開設に伴い、土地区画整理事業が進行中である。 900メートルほど西に進むと、和市である。かつては、茨城急行自動車により、小賀駅西口までのバスが運行されていたが、2012年4月に、小賀市循環バス、南コースに統合、延伸される形で廃止された。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。